ジャンボダンジャンボダンは、フランスの経済学者、法学者、ボーダンとも表記される、弁護士。経済学においては、貨幣数量説を唱え、重症主義の先駆者的存在となる。中世以来、二元的な価値体系に分離して、捉えられてきた商品と貨幣を一元的な価値体系のもとに位置づけた点で、中世から近代への転換点であったとも評される。 ユグノを戦争中に表した1576年の国家論六編において見えざる主権を総案して王権神授説につながる近代的な主権論を解き中央集権国家を理論づけた。ここで彼は国家を重視し宗教よりも世俗の秩序を優先させる言い換えれば宗教上の寛容によって内戦を集結させるポリティークの考え方を表明した。 一方で、最も狂信的に、魔女狩りを推奨した人物としても知られ、自らも裁判官として、多くの無実の人間を宗教裁判によって殺した。1580年刊行の著書、悪魔月は長く魔女狩りのバイブルとして用いられ、宗教の美名の下無実の人間を殺害することを助長した。1596年、ペストで死亡。ボダンは、 サンバル・テルミの虐殺後に表した国家論において国家を多くの家族とそれらの間で共通の事柄との主権的権力を伴った正しい統治と定義している家族は家父長のもとに統治されさらに家族相互の武力構想の結果勝った者が主権者となり勝利者に従っていた者が国民になり負けた者は奴隷になるという図式を提示したここでの 国民とは他人の主権に依存するが、しかし自由な、親民なのであった。ボダンは、中性的な国王体験を発展させて、主権概念を作った。この主権とは、国家を支配から非支配の関係で捉えた際に、支配者側が持つ、絶対的な権限のことで、国家にあっては国王にのみ、固有のものである。彼は、消滅を極めた。 宗教戦争に対する反省から、家族においても国家においても主権者はただ一人でなければならないとし、これに反する、いかなる説も、暴君による悪性にも劣る放らなアナーキーの状態を招くとして、これを断罪した。具体的には、同時代のモナルコマキがここでは、意識されている。彼によれば、国家の絶対的な権力が主権なのであり、 主権による統治が国家であった。つまり主権は国家そのものと不可分である。要するに、伝統的な封建制や従来の身分制社会では、国王と末端の非支配者である人民との間に、大貴族や軍将の領主のように、中間権力が存在したが、ボダンは主権概念を設定することによって、 中間権力を排除して、支配者と非支配者の二者関係で国家を定義した。その意味で、彼の考え方は決して民主主義的とは言えないが、国家の世俗性と宗教の個人性、内面性、主権国家を思考する点で、近代的性格を有しているものと評価される。ありがとうございます。